ございますが、あの当日スイカの前デビュー2人おるんです。イエーイ、デビューおめでとう。2人手挙げて、2人手挙げて、イエーイ。踊る前はすごい顔しましたけど、終わったらちょっとホッとしてるね。ね、デビューの人ね、みんなね一言喋らなくならないんだよね。なのでね、どっちかから順番決めてね、あのなんか喋る。踊った感想なり。はい。はい。踊り皆さんに一生懸命分けて教えていただいて、やっと覚えることができて、今日出てみたら一瞬で終わってしまって、あらーと思ったので、すごく楽しかったので、これからもどんどん出ていきたいと思います。よろしくミクちゃんどうぞ。すいません、あの私の家族やら何やら、あの知ってる人が思いのほか来ていてちょっとびっくりしていいしょ、ちょっとあの焦ったのもあり、でも終わってみたらすごい楽しかったので、たくさんイベント出ます。はい、これからもよろしくお願いします。なんか喋ってくまってるんで代表して、じゃあ MC のなんだっけ、ラッピーです。はい、どうぞ。いや、本当に MC も私初めてで緊張したんですけど。あ、初めてでしょうか。自己紹介、あ、北海道教育大学英語教育専攻1年目のラッピーです。はい、ベラベラ。はい、ハロー。なんで今更だった。はい、本当にあの楽しく演舞させていただくことができました。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫、本妻より緊張するって言ってたけど、大丈夫。なんかね、何とか言ってまだか言ってないでしょ、思ってないし。おかしいね、おかしい。緊張する要素全くないよ、祭りだけど。本当だよね。大丈夫でした。はい、はい、それではあのお店の食べ物も売り切れが出てきたようですので、はい、急いで買いに行き、はい、急いでお食べあれ皆さん、はい、ということで、あとは、和田ちゃんのデビューを待つばかりかな。和田ちゃん、白尾に間に合わせたいと思っております。おー、すごいじゃん。はい、ということで、明日からまた厳しい練習は続くのでした。ということで、皆さん、あとは楽しんでご自由に、気をつけてお帰りください。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。